これは殺生丸様から届いた生地で二人に仕立ててみたの。うわ綺麗。でも高そう。こんな上物良いのでしょうか。二人ともとっても苦労したんだもの。きっと父上なりのご褒美だよ。殺生丸は、父上は私たちのことを心配してくれていたのかな。天聖牙って一度しか生き返らせることができないんだよ。刹那にはもう次がない。それを言うならとは、お前も一度心が死んでいるな。なんか父上がもっと助けてくれたらそうならずに済んだのかなって思っちゃって。実はね、私も死んだことがあるの。こんな時代だからいろいろ嫌なこともあるよね。どうしようもないことも。二人は寛容だからきっとこれからも辛い目に遭わせてしまうかも。あと殺生丸の娘かって変な妖怪に襲われたり。そんな奴らすぐに叩き切ってやります。そうそう、それに刹那とモロハも一緒だしね。とは刹那。二人とも強くなったね。父上もきっと安心してると思う。